これちょっと触ってもらっていいですか。あれ冷たくないですよね、そんなに。でももうすでにひんやりしてるよ、これ、まあ、ちょっと今凍ってる状態なんですけど。これは凍らせてるわけじゃないの。はい、これはもう22度以下になると凍るんですよ。22度で凍るんだ。凍ります。で、28度で溶けます。28度で溶ける。はい、水と違って22度ということは冷凍庫に入れなくていいんだ。ってことです。冷蔵庫なんだ。なので例えばこれ溶けた場合、冷蔵庫に30分入れていただければ凍ります。30分で。はい、なのでもし冷蔵庫が嫌だよって方は水につけておいていただければ凍ります。これをザクトガーデン、これもしよかったらちょっと体感なんですけど、ちょっとおかけいただいていいですか。カバーもカバー。冷たいよね。あ、これが座席用なんだ。そうです、あのマットなんで、こういったカバーに入れて、あとはこうやってベストもあるんだ。ベストもあります。なるほどな。これ本当に20度で凍っちゃうんですか。凍ります。じゃあ今朝なんか18度ぐらいだったら凍っちゃうんだ。凍ってます。意外となかったですよね。これなかったです。去年あのこれのタイプのネッククーラーっていうの結構売れたんですよ。これも売れてしまいます。あー、BGMとかこれ一般普通に売ってるんですか。面白い素材ですね。もちろん充電とかも必要ないですし。そうだ、充電も必要ないし、はい、環境によってはどうしてもあの空調服だと粉塵吸っちゃったりとか、あと溶接とかとフューム吸っちゃってとかあると思うんですけど、これはそういったところも心配ないです。間違ってワンちゃん猫ちゃんがこれ引っ張がいて出ちゃって口に入れちゃったとしても大丈夫です。大丈夫なんだ、はい、無害なんだね。無害です、無害です。なかなか画期的な素材だ。これは置いていただいた方がいいかもしれない。 PCM という PCM ね、はい、これから間違いなく来ると思います。ご検討いただければ。はい、ありがとうございます。はい、よく覚えておきます。これこの上に空調服したら寒いぐらいです。あ、寒いよね。あ、そうだ、プロペラがこれを冷やしてくる。軽いしね。そうです、あの重さもこれあの、うん、例えばベストにしても1キロしかないんで、これバッテリーで締めればそんな重さは感じないと思います。